クリスマスイルミネーション屋外展示の H2 ロケット模型筑波エキスポセンターは茨城県筑波市あずま2丁目9番地にある科学館。公益財団法人筑波科学万博記念財団が管理運営している。1985年に筑波研究学園都市で開催された。 国際科学技術博覧会の閉幕後、最新の科学技術や身近な科学に親しみを持ってもらえるように解説された。世界最大級の規模を持つプラネタリウムや屋外に展示されている実物大の H2 ロケットの模型が特徴である。宇宙、海洋、原子力、ナノテクノロジー、生命科学、地球環境等、 科学技術について幅広く展示している科学館である。例えば、日本が開発した深海探査艇の深海6500の模型に乗って深海の世界を見ることのできる施設がある。また、国際科学技術博覧会当時の様子を展示した科学万博メモリアルのコーナーや霞ヶ浦の水質変化を示した霞ヶ浦研究レポートのコーナーもある。 館内の案内を研究所の OB がインストラクターとして務める。センターの運営目標は遊びながら科学を体験できる科学館である。インフォメーションには緊急地震速報を受信するデジタルナマズが置かれている。館内展示のみならず館外にも展示物がある。横浜博覧会から移設された H2 ロケットは高さが50メートルある。 ヤジロベーの原理で平行を保つ、ゆるぎー氏は、質量が50トンあるにもかかわらず、軽く力を加えただけで動かすことができる。これも、科学万博の時の展示物であった。屋外展示場の見学も、入館券が必要。館内のサイエンスミュージアムショップでは、宇宙食や宇宙関連グッズ、科学グッズなどを買うことができる。つくばエキスポセンターのプラネタリウムは、 開館当時からあるもので、数度の設備更新を経て、現在も運用されている。ドームは、傾斜型、直径25.6メートル、定員232名。光学式及び、デジタル式の機器を備えたハイブリッド式プラネタリウムである。上映は、平日5回、休日6回で、オリジナル番組、星空解説番組、子供番組、 特別番組の4種類を用意している。子供番組にはポケットモンスターが登場する作品もある。初代初代プラネタリウムも現在のプラネタリウムと同様完成当時最新鋭の科学技術を導入した設備であった。また完成当時は世界最大のプラネタリウムであった。特に日本が世界に先駆けて開発してきた高品テレビは 特徴的だった。杉本、渡辺は、この高品位テレビの詳細な構成図、機器の企画等を論文にまとめている。同論文によれば、高品位テレビで、主に実写映像やアニメーションのような動的な映像を映写し、プラネタリウムで全体とその流れを映写するという、両者を組み合わせた運用がなされていた。ドームの直径は現在と同じ25.6メートル。 コーヒーニテレビは、縦4.8メートル、横8.0メートルで、大学、日本放送協会、NHK エンジニアリングサービスなどからなる、国際科学技術博覧会大型映像システム、調査委員会の調査報告に基づいて設計された。光学プラネタリウムは一級一光原式としては、当時世界初の宇宙型プラネタリウムであり、 当時主流であった二級型プラネタリウムを脱した独創的なものとして高い評価を受けたとされる。構成の投影数やドーム直径も当時世界最大であった。当時の危機器はその後の改修工事でほとんどが撤去、または稼働を停止しているが、初代の構成投影球部分はプラネタリウムホール前通路に展示されている。また、高品位テレビのリアプロジェクタ室、 調整室部分は現存し、万博当時の機器も保管されている。通常は非公開であるものの、イベントとして一部を公開するツアーが実施されることもある。2006年2005年9月より改修工事を開始し、2006年4月1日に一般公開を再開した。改修にあたって、コニカミノルタプラネタリウム製の機器への入れ替えが行われ、 光学系インフィニウム L デジタル映像システムスカイマックス d s を統合したジェミニスター3という最新型の設備が導入された。これは静岡県の浜松科学館に次いで日本国内で2番目の導入であった。ジェミニスター3は光学系の技術とデジタル技術を統合したもので全社の惑星を鮮明に映し出す機能と校舎の 立体的な宇宙空間を演出する機能を活用している。改修工事では設備更新だけでなく、座席をリクライニングシートに変え、席数も334席から233席に減らしてゆとりある空間に変更した。2012年2012年11月26日から同年12月14日まで2度目の改修工事が行われた。 回収期間翌日の12月15日より一般公開が再開された。デジタルシステムについて回収が行われれた。プロジェクタの入れ替えにより全点周映像の明るさ、コントラスト比、解像度が向上した。また、映像システムも後継製品の SkyMax DS2R2 へと更新された。回収後のシステムでは六十億光年までの百五十万個の 銀が120億光年までの16万個のクエーサーを表示することが可能である。2020年2019年12月13日から2020年1月31日まで3度目の改修工事が行われた。2度目の改修同様、デジタルシステムについて改修が行われた。4K プロジェクタの導入により、全店での解像度が 8K 相当に向上したほか、 映像システムがメディアグローブ・シグマ SE へ更新された。メディアグローブ・シグマ SE には星の3次元データに加え、シミュレーションのためのデータベースや地形、探査機等の3次元モデルが搭載されており、表示の際の意味の方向や焦度を忠実に再現することが可能になった。人間、居住、環境と科学技術をテーマに開かれた 国際科学技術博覧会では、日本政府が出展する展示館が5館あり、そのうち当初から、高級施設として建設されたのが、筑波エキスポセンターであった。科学万博は、当時の筑波郡や田部町みゆきが丘の第一会場を、ミリハリ郡桜村東を第二会場とし、エキスポセンターは、第二会場に建設されることになった。 1983年、帰国式を、挙行。1985年3月10日に、政府出展の他の4館と同時に開館式を行った。1985年3月17日に万博が開幕。同年9月16日までの会期中に万博には2033万4727人が訪れた。会期中は、第一会場と、 第二会場の間、約4キロメートルを、シャトルバスが結んだ。しかし、第一会場から離れた、エキスポセンターのある、第二会場は、閉幕日こそ賑わったものの、他の日は入場者数が振るわず、隣接地で営業していたフレアイランドのテナント44店の、うち3割が、回帰中に閉店に追い込まれるほどであった。万博会期中のつくばエキスポセンターは、 サイエンスフォーラム、子供パーク、コズミックホールの3つから構成されていた。閉幕日には日本政府間の総監庁を務めた福島君夫がエキスポセンターについて万博の記念館の役割も持たせ、主会場の展示を残す計画です。と表明した。科学技術庁ではこの時運営母体となる財団法人の結成。 政府間の展示物の内エキスポセンターに移すものの、生鮮予算措置などの準備を進めていた。万博の閉幕後、第2会場は再整備が行われ、1986年4月17日に科学万博開催記念の施設として、つくばエキスポセンターが再開した。再開に際しては、運営団体として1986年3月28日に、 財団法人筑波科学万博記念財団が設立された。開館日の4月17日には9時より、開館新事が行われた後、コズミックホールで300人が出席して、科学万博の思い出フィルムの鑑賞を中心とする、開館記念式典が挙行された。初代館長には、科学万博の日本政府館の総館長も務めた、福島君夫が就任した。 科学技術庁政務次官の前島秀三郎は、この席で、我が国にとって、科学技術の果たす役割は大きく、それだけ同センターの意義も大きいと語った。一般公開は、翌日の4月18日から始まり、10時20分に、東保育園の園児がくす玉終わって、オープンとなった。初日は、茨城県立岩瀬高等学校の生徒360人や、 牛黒人会の会員50人を含む1000人が来館し、ロボットなどの展示物に見入った。2006年4月にプラネタリウムを最新鋭の設備に更新した。財団法人筑波科学万博記念財団は、1986年3月28日に発足した財団法人。2012年度から公益財団法人へ移行。 つくばエキスポセンターの運営と、国際科学技術博覧会記念基金事業、科学関連結事業を三大事業としている。2011年現在、財団法人の理事長は、つくばエキスポセンター館長を兼ねる木坂総司。H2 ロケットの模型が目印である。ありがとうございます。